東京千駄ヶ谷の国立競技場の曇り空の向こうにメキシコの青い空が近づいているような気がします。来年のワールドカップメキシコ大会への代表権をかけてアジア東地区の最終予選、日本対韓国の試合がこれから行われます。日本がこの試合そして次の試合で好成績を残しまして本大会への切符を手にすれば本大会初出場、そして韓国の方が勝ちますと韓国は32年ぶりの出場という、これまた両チームにとりまして念願をかけた一戦です。国立競技場、この国立競技場のあります東京は現在気温が14度4分、平年よりも2度2分ほど低く、北西の風が2メートル、放送席におりましても幾分冷たい感じのするコンディションです。両チームの選手が今それぞれ自陣の方でしゃがみ込んで、あるいは立って写真を撮影するところです。中央の3人が今日の試合のレフリーをしますシンガポールの審判団です。今日の解説は日本サッカー協会強化部員の松本郁夫さんです。さて両チームのメンバーが発表されておりますので、メンバーから先にご紹介してまいりましょう。日本です。ゴールキーパーは松井、日本交換、そしてディフェンダーが右に5番の松木、読売クラブ、スイーパーが2番の読売クラブ、キャプテンでもありますが加藤、そしてストッパーに4番の山葉の石神、左には読売クラブの津波、7番が入ります。ミッドフィルダーは右に8番ヤンマーの西村、そして13番の宮内は左、中央に木村、日産の木村です。フォワードは右に12番日産の水沼、真ん中に読売クラブ11番の戸塚、そして左に14番三菱の原と、以上のメンバーになりました。韓国チームです。ゴールキーパーは1番のチョウ・ビョンドク、そしてディフェンダーに2番のパク・キョンフン、5番のチョン・ヨンファン、12番キム・ビョンソク、10番のパク・チャンソン、ミッドフィルダーが4番のチョウ・ガンネ、6番のイー・テホ、14番のチョン・ミング、フォワードが9番のチェ・スノ、11番のビョン・ギョンジュ、16番のキム・ジュソンのメンバー11人です。韓国がトスに勝ってボールを取りました。キックオフです。16番キム・ジュソン、加藤がクリア、10番パク、韓国攻めてきます。ノーホイッスルです。ホイッスル日本ボール、加藤です。小さくつなぐシュート、よりもですね早く動き出す、はい、内視は味方ボールになった時にはですね、相手ボールになった時には早く守備の行動を起こす、はい、この切り替えの速さがないとですね、はい、韓国の一方的なペースになってしまいますね。なるほどね。センタリング上がった、ヘディング、松井止めた、よく止めました松井。韓国の予選では2点を挙げていますが、今度は日本の速攻です。11番の戸塚に渡す、折り返す、右に振る水沼、中央には原が待っている、合わせる、チャンス、フォローはコーナーキックです。入れてますから、やはり前半の勝負型のチームですね、はい、日本はそれに対して後半に入れる点が多いですね。そうですね、特にね、はい、後半の始まって15分の間に6点取ってますね、そうですね、さて韓国チャンスです。日本危ない、加藤が出ました、繋いで松木、前には水沼、加藤です、戸塚、加藤、水沼へ、サイドからえぐることができるか、センタリング上げられるか、コーナーキック2つ目、西村から水沼が真ん中にいます。そして11番戸塚、前には原が待っている、お、うまい、木村余裕のあるプレーです。日本、加藤からセンタリングが上がる、原が出る、
リーキックです。戸塚へ、このボールのキープですね。はい、木村にスイッチした。中央に原、中央には原と戸塚、そしてロングサイドに加藤がいます。加藤が空振り、惜しいチャンスを逃しました。戸塚も待っている、そして西村、戸塚、原と待っています。3人、その3人が複雑に動いた。原、戸塚ですね。戸塚くんですね。しかし形としては日本のシュートの方がいい形では展開されています。9番のチェから折り返したが、10番のパク、後ろから必要なマークに行く。木村、木村と石上が行く。2人で行く。センターに上がった。西村のヘディングクリア。パクです。10番がパク、またセンタリング。韓国チャンスを迎えて日本ちょっとピンチ。サイドから狙う、危ない、危ない、あった。韓国1点、韓国1点を先取しました。前半の30分、ここからですね、低いセンタリングが入って、はい、クリアが小さかったですね。石上君、小さかったですね。このこぼれ球を5番ですね、チョン、5番のチョンが入れました。まあ今これこぼれ球をですね拾われて、はい、分厚い何回もの波状攻撃になったわけですね、はい、ここから低いボール、石上君のクリア、あちょっとつなごうという意識があったのか、思い切り蹴り出せばよかったですけどもね、はい。7番の津波、木村、木村センタリング、水沼、西村、松木、松木、韓国ボールです。11番のピョンが上がっていく。センタリング送る、危ない、よく弾きました。松井よく弾きました。戸塚から加藤へ戻った。サイドチェンジものびのびとやっている日本です。津波、津波からセンタリング、中央に戸塚、原に合わせる。キーパー出ました。超ビョンドク、好判断です。そして今度はチェ、韓国の速攻です。加藤が行く、かわされた。石上がフォロー、中央に西村が戻ってくる。合わせたが、おっ、まだボールは生きています。危ない。私がフリーでボールを扱ってどうしてもですね、はい、韓国のリズムでゲームが進められていると、はい、ですからもうちょっと中盤をですね、はい、分厚い守備をすれば、はい、日本の攻めができるんじゃないですか。韓国チャンス、ロングシュート外れました。そうしますと日本としてはどうですか、サイドからのえぐりでしょうかね、はい、それが一つですね。それからやはり戸塚くんがですね、危ない、その意味でも相手のチーム、相手の地で上げる得点の重要さ、重要度ですね。この韓国に関しては、韓国に関してはこの日本で上げる得点が非常に貴重な得点ということになります。危ない、よくかわしました。津波、韓国はかなり厳しいマンツーマンです。スルーパス、あー、読まれましてカットされました。そしてチェ、チェの速攻です。加藤がついている。危ない、危ない、韓国2点目。前半の42分、E が状態をちょっと右に傾けて松井の重心を移動させてから打ちました。
やはりねこのチャンスをつかんだ時の韓国の攻撃の速さっていうのが出たわけですけども、その前にね石上くんが攻撃に参加した時にですね、ちょっとボールがね弾んだんですね。で、すねにボールが当たってね、思ったところへパスが出なかった、それが韓国に当たって一気の速攻とこうなったんですけどね、ちょっとね残念なプレーだったですね。さて日本残り時間があと前半は2分少々ですが、1点をとにかく返しておきたいところです。こうなったらやはり木村君のですね、このいい位置でのフリーキック、これに期待するしかないですね。韓国は前に5人壁を作りました。カウチやった入った、日本1点返した、2対1、見事、絵に描いたような木村のカーブキック、気合が入りました木村。そうですね、もうねボールが曲がる、でしたボールが落ちる、はい、一番いいところですね。素晴らしいフリーキックですね。これは日本1点を返して2対1、前半の残り時間はあと1分少々。あ、いい時間に入れましたね日本のチームは。キャプテンのパクホイッスル、前半終了、前半を終わりました。日本韓国に1対2と1点のリードを許して前半を終了しました。国立競技場は満員になっていますが、そのスタンドに水野アナウンサーがインタビューに入っております。水野さん、はいはい、どの辺ですか。あのね、メインスタンドのちょうど中央からややスコアボード寄りなんですがね、はい、ちょうど私ね、韓国が2点目を入れた時にこう降りてきたんですよ、はい、そうしますとねこの辺がシーンとしてましたんでね、あ、間違いなくこの辺が日本の人たちだなというのが分かるぐらいでね、韓国の人日本の人分からないんですよね、区別が。水野さんね、6万2000人入ってるそうですよ。あ、そうですか、はい、超満員です。それでね、日本があの木村のフリーキックで1点入れましたでしょ、はい、あの時にこの辺りがうわーっと立ち上がったんで、もうまずここは間違いないということが分かったんですが、ちょっとねいけませんね、形勢不利ですね。走り負けしてますね。走り負け、あ、もうちょっと攻めと守りのスピードやらないとね。なかなか専門的なことをおっしゃいますね。とんでもないです。よくいらっしゃるんですか。こういう国際試合はよくしてます。あ、そうですか。国立競技場がね、はい、全日本の、日本代表が試合をして満員になったのはメキシコオリンピックの予選の時以来なんですがね、はい、あれは覚えていらっしゃいますか。いや、あの時一緒くしたよ。そう、一緒くしたんですよ。あ、そうですか、なんか雨降ってたとかいう。そうです。来ました。じゃあもうあの時のことを覚えてると今日はもういても立ってもいられない。もう燃えてしょうがないですね。絶対行ってもらいたいですね、メキシコへ。2-0 になった時にはちょっとね、ちょっと不安だったけど、最後ね、1点入れたから後半、逆転するんじゃないですか。逆転ね。いやいや、もう信じてます。もっとこうね、積極的にどんどん攻めなきゃダメですね。攻めなきゃね、攻めなきゃ、守るんじゃダメですね。あ、そうですか、まあ、その辺がね、ハーフタイムで監督の方からどういう指示がいったかっていうことですかね。じゃあやっぱりメキシコの予選の時は3対3で引き分けたんですよね。そうです。あの時はもうちょうどこの席、このぐらいの席にいたんですよ。そうですか。じゃあまあ今日は悪くても引き分け、逆転、逆転しないと今度ソウルだからちょっと心配ですね。心配ね、じゃあ後半に期待したいですね。はい、はい、どうもありがとうございました。まだよろしいでしょうか。こちらに女性もいらっしゃいますが、どうですか、2対1。頑張ってほしいです。頑張ってほしい、絶対勝ってほしいです、ね、でもね、2対0になった時にはちょっと心配になったでしょう。そうですね、でも信じてます。そうですか、はい、サッカーはよくいらっしゃるんですか。いや、こういうの初めてです。すごい騒ぎでしょ。びっくりしました。ねえ、はい、こんな騒ぎになるっていうのはプロ野球なんかはね、よくちゃんとかやってますでしょ、はい、あれ以上ですよね。そうですね、盛り上がってすごくいいですね、うん、はい、これがね、本大会行くとね、こんな話してられないぐらいでうるさいんですよね。そうですよ ね、 ね、頑張ってもらいたいと思います。そうですね、はい、どうもありがとうございました。
山本さんというところでですね、はい、この辺の方はもうとにかく後半に来たいということです、なんかお話伺ってましてもね水野さん、はい、相当この気合が入ってるって感じしますけどね。私もねちょっと力入りましてね、はい、どうもご苦労様でした、はい、どうも。しかしね山本さんね、はい、非常にやっぱりサッカーの不安ありがたいことに、1967年ですね、はい、今から18年前になりますか、はい、10月の7日の日本と韓国の試合ですね、皆さん思い出して、まあ、日本が2対0でリードして1点を追いつかれてからですね、はい、大変なゲームになって3対3のドローになったわけですけども、まあ、私もあれやってましてね、この追われる身というのは非常に辛いもんでしてね、追う方のが楽なんですよ。あ、追いかける方が、ですからね2対0韓国がリードした。しかしこの前半の木村君のフリーキックの1点というのはですね、この追いかけるムードというものを作るためにものすごくね効果のある一点だという感じがしますね。なるほどね。私も実際あの時やってましてね、追われる立場って言ったらもうどうしようもない、何もすることがないっていう感じでね、はい、やられるんじゃないかやられるんじゃないかってそんな感じしてゲームしてましたけれどもね。そうでしたですか、まあぜひその後半の開始早々強い日本ですから ね、そこにも期待したいと思いますが、はい、まあ、メキシコ同じメキシコですけどオリンピックの予選とワールドカップの予選違いますけれども、今日はとにかく日本がその逆の立場になってですね追いついてほしいと、そんな感じがいたしますね。ご覧いただけますでしょうか、ヨーロッパ、アフリカ、まずヨーロッパの方から参りましょう。ポーランド、西ドイツ、イングランド、スペイン、ポルトガル、イタリア、ハンガリー、ブルガリア、このうちのスペインは、イタリアですね、イタリアは前回の優勝国ということで、無条件の出場です。モロッコとアルジェリアも決定しています。そして目を転じまして今度はアメリカ大陸の方に参りますと、カナダ、メキシコは地元開催ですからこれもノーモンクの出場です。さらにブラジル、ウルグアイ、アルゼンチンと、まあ、世界各国の強豪、名のあるチームが次々と本大会参加を名乗り出ています。合計15チームの出場がすでに決まっています。そしてこのアジアの東地区から出るのは日本なのかそれとも韓国なのか。日本が出場しますと初めて、そして韓国が出ますと32年ぶりという、まあ、両チームの悲願が叶うかどうか。さてこれから後半が始まるんですが、どうでしょうね、後半のハーフタイムから後半にかけて森監督はどんな指示が出てるでしょうか。松本さん、私はやはりね、攻めようと、フェンスを取ろうじゃないか、はい、そういうことがまずどういう作戦で出るか分かりませんけども、攻めるということに対してですね、はい、必ず指示が出てると思いますね。なぜかと言いましたら、今日ホームゲームですよ、はい、やはりここで勝たなかったら、11月3日のソウルではですね相手のグラウンドですから非常に勝つことが難しい。ですからもうあとの45分とにかく勝つことのすべて森君の方からですね、指示が出てると思いますね。なるほどね。で途中でひょっとしたらですね、はい、与那城君が出てきてですね、はい、この攻めのサッカーへ入っていくんじゃないかと、はいはい、そんなことがちょっと感じられるんですが ね、 なるほどね。まもなくキックオフです。後半の開始、水沼後ろからオーバーラップ、松木です。センタリング上げる、松木です。松木、木村が行く、木村、ロングパス、木村、こっちから木村、もう一度折り返した、シュート、原のシュート、あー、いいシュートだったですね。向こう側、9番はチェ、43分の木村のゴールで選手たちも十分逆転できると思ったようだ。ハーフタイムの方では、ハーフタイムでは選手の方からいけるいける、そういう声が出たということです。前半の韓国の当たりからすると韓国は手堅く来ているような印象があると。さて日本チャンス、シュート高い、西村のシュート高かった。木村行きます、まだ行く、木村、シュートチャンス、
かわした原、シュートチャンスはついている、惜しい。いや、これからどん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 フォローしていけばいいですよ。松木、水沼、中央には3人いる、センタリング、フォローがあります。まだある、日本波状攻撃、原が飛ぶ、宮内のシュート、津波、日本ボールをキープ、津波が中央にスルーパス、西村から木村、壁を使う、もう一度、ああ外れた。ちょっと策を使いすぎたか日本ね、ええ、ボールと体が一体なんですよ、はい、ですからドリブルするときもですね、ええ、あ、韓国の速攻、ホイッスル、今日本の選手は時々ですね、ドリブルするときにややボールを蹴ってドリブルするという形が多いわけです、はい、ところが戸塚君の場合はですね、ボールを運ぶドリブルですね、はい、あ、加藤に警告ですね、もうしかしね、はい、これをやらなかったら今やもう一気に抜かれますから、はい、仕方ないですね。水沼上がる、そして後ろから原も上がってくる、水沼、中央には松木も上がっています、木村へ送る、壁を使ったシュート、宮内のシュート外れました。意図としてはどうでしょう。あ、もう完全なですね、ここからね、水沼君からリターンでしょ、はい、木村君へ、それでは宮内君がフリーシュートですからね、正面、非常にいい攻めですね。同点に追いつくこと、そしてできれば勝つこと、しかも欲を言えば点差をつけて、大量点差をつけて勝ってほしい日本ですが、木村です、今日は活動量の豊富な木村、日本のコーナーキック、さて得意の日本セットプレーですが、どういう風に、どんな風に出ますか。加藤も上がってきている、そしてちょっと遠いところにいますのは水沼、直接狙った、惜しい惜しい、まだファンチャンスはあります、惜しい、非常に惜しいチャンスでした。ボールが角に当たりましたね、ここいいボールが行きましたしね、低いボールですね、はい、加藤君、それでカードですね、隅ですからね。戸塚、この辺のボールキープですね、戸塚君の良さ、はい、逆襲韓国、危ない、日本危ない、パク、パクのシュート、今度は逆襲、チェが待っています、日本危ない、日本危ない、日本危ない、日本振り切られた、危ない、危なかった、韓国はフォワードにキム・ジョンブを入れています、ピンチです、危ない、日本、日本まだ危ない、危ない、日本ピンチ、キム・ジョンブが中央にいます、津波をクリア、ロングシュート正面、南がマーク、西村のクリア、ちょっと小さい、ロングシュート、危なかった、超四巡、ビョンビョンジー、チェに合わせた、クリーンになっている、石上よくかわしました、木村と与那城交代、読売クラブのゲームメーカー、正確なパスコントロール、34歳ベテラン与那城、韓国のコーナーキックです、まだ韓国フォローしている、平川突進する、中央に待っている、レフリーが取りましたね、今ね、
い、よく弾きました。韓国時計を見ながら試合の展開を変えています。右サイドから4、試合終了。韓国第1戦を勝ちました。日本敗れました。2対1、韓国が第1戦日本を破ってメキシコに一歩近づきました。森さん、ちょっと残念だったですね。残念ですね。まあ、全般ちょっとね、一番取られる心配がある形ってのはああいう形じゃなくそこでね、そういう形で点取られましてね、まあ選手は本当によくやってくれたと思うんですけどね、よく戦ってくれたと思いますけども、まあもう一つありますから ね、 そうですね、ちょっとこう、うちのゲーム運びを全般ちょっと逆に向こうにやられたっていうかね、そういう感じがありましたですね。むしろアウェーで日本 の、 そのゲーム運びでね、なんとか向こうで泡を吹かしたいと思いますね。もう1試合がありますんで ね、 ね、前半も後半も同じようにね、立ち上がり20分ぐらいのところまではいい格好随分あったと思うんですね。そうですね、まあ結局攻め全体で攻めててね、バックラインもハーフラインぐらいまで押し上げてて、取られ方が悪い、そういう時に速攻を食らってね、ピンチになるというのが、まあ、全般ちょっと気になったんですけどね。まあ、一応これが一番試合前から気にしていらっしゃる。そうですね、そうですね、特にスピードがあるし速攻が怖いということでね。やってみた手応えってのはどうでしたか。まあこんなこんなっていうのもおかしいですけども、結局あれでチャンスをね、どっちが点に結びつけるかっていうね、そこの勝負になるだろうと思ってたんですけども、まあこんなもんじゃないですか、ゲーム、展開っていうのはね。これで向こう行きますとね、これよりもっとすごいプレッシャーかかるわけですよね。そうですね、まあ平壌で経験がありますし、その辺はね、プレッシャーについてはね、そう心配ないんですけども、むしろゲームのプレーの、まあ、反省するとこをチェックし直すということ、これがまあ2戦目のね、もう1週間しかありませんが。そうですね、一応立て直しのその賞賛というのは大丈夫ですか。まあもうやるしかないですからね。失礼します。はい、どうもありがとうございました。はい、どうも。